皆さんこんにちは。ドラゴンボールファイターズのプロデューサー、バンダイナムコエンターテインメントのひろきです。今日は新しい仕様、ファイターズカップについてのご紹介をさせていただきます。皆さん、先日アップデートした Z ユニオンにはもう入りましたか？このファイターズカップは Z ユニオン同士の、バトルということになります。ファイターズカップは約1週間行われます。6日間、ユニオン同士 Z1、Z2、Z3 のリーグ内で戦い、結果に応じてリーグポイントが各ユニオンに加算されます。成績が良ければより上のリーグに入ることができますので、皆さんキャラクターへの愛でバトルを盛り上げてくださいね。7日目の結果発表は部門賞や個人賞など様々な賞がありますので、ふるってご参加ください。なお1回目は5月22日に初めて開催されます。ただこちら1回目ということになりますので、まずはどのリーグに入るかのリーグ分けバトルとなります。つまりは、どのユニオンとも総当たり戦で戦うことになりますので、皆さんまずテストだと思って1回目ふるってご参加ください。よろしくお願いします。